環境対策っていうのは二酸化炭素排出抑制っていうことで今ね世界が取り組んでますけどもこれは二酸化炭素排出抑制といえばこれは耳に聞こえがいいですよねグリーンエフェクトガス、えー、温暖化ガス排出抑制すれば、えー、温暖化防げるみたいなことを言ってるわけですけどもでもこれは表面上の看板なだけですからで実態は何かといったら経済成長規制ですよこれは今言われてる環境対策を本気でやったらどうなるかというと経済 成長は基本できないですよだってそれをするのに莫大な膨大な 設備投資をしななくてはいけないけですからもし例えばうちの工場でやば予定より二酸化炭素を出しちゃったって言ったらよその国のね、えー、二酸化炭素削減した企業にお金を払ってその手柄をもらうわけですよそしていやうちは予定排出量で収めましたとか言っちゃうわけですからね大体ですね削減した工場の手柄をお金払って買うなんてそんなバカなことありますそんなものをね子供にどうやって説明するんですか君はいいことしたね金払うからその手柄俺にくれって <laughs> そんなおじさん出てきて納得しますえー、おかしいですよねこれが脱炭素の実態ですからねですからこんなもん意味ないんですよ多分近平も分かってるんですよでもこれ本気で乗っかったら中国経済成長ないなって分かってるんですよでも国際社会から嫌われたくないからやりますやりますだけは言うわけですでも本気でやる気はないんですアメリカからとやかく言われたくもないんですこんなものはうちなで決めるんだ以上って言ってることはそういうことですよだからやる姿勢を示して結局何もしないというのが各国にとって一番都合がいいわけですよ本気で取り組んだ 大変なことないですよもうだって環境対策で脱炭素毎年3兆円以上使われてるんですよでその結果より 生産地が増えるわけでもなんでもないわけですよこんなこと本気で取り組んだらマジで日本の国富は毎年3兆円単位で世界に垂れ流ししていくことになるんですよこれは中国にとっては高笑いですよねで中国もやるんだから日本もやれとで中国はいやいやうちら発展途上国なんでって都合のいい時だけ持ち出すわけですよで頑張ってますとか言って日本は、ね、先進国なんだからちゃんとやれみたいになるわけですねですよねって,言って日本が一生懸命努力して世界で唯一日本だけ クソ真面目に環境対策するわけですそしたら日本の経済がその分凹むわけですねこんなの一つも回収できませんからね結局脱炭素ということを言い始めたのはフランスの原子力学者ですからね 今から30年ぐらい前ですよ。ずっとね原子力の優位性を戦ってきたんだけど、経費もかかるし、合理性を説明できなくなっちゃったわけですね。そこで焦ったフランスの原子力学者たちが専門は違うのに温暖化って言い始めたわけですよ。それより以前は寒冷化ってしたんですか、世界中で。私も小学生の時に地球は今氷河期に向かってどんどんあの温度が下がってるっていう風に、 言ってましたしテレビでもそう言ってましたしそうなのとこれから氷河期とか言って怯えてましたよところが新しい発見も何もないのにいきなり温暖化になるわけですねで、温暖化のまあ論文を出すとフランスの原子力業界が金出すわけですね寒冷化研究しますって言うと 緊急予算つかないわけですよそうすると世界中の気候学者たちが温暖化だったら金出んのあだったら俺温暖化でいいやってことになって <laughs> それでみんな温暖化をやるようになっちゃったわけですよね。というわけで原子力発電所は二酸化炭素を出さない優秀な発電方式だということを言うためにそういうふうに政治的な原子力業界を温存するために無理やり作り出した論調なわけです。そそしててててこここのの、ね、温暖化ににに対処するのが自分たちとととっっっ必要ななだれで世界 体重巻き込んでやっちゃったわけですよね。ですから寒冷化が通説だったところから温暖化が通説になるまで新しい発見主張ないんですよ。普通だったら重大なことが発見されて逆じゃないかとかなると思うんですけども、寒冷化が温暖化に移行した理由っていうのは誰も示してないんですよね。そこに注目したのがまずフランスですよ。フランスも,も経済完全に落ち目じゃないですか。ということはアメリカとかイギリスとかドイツとかの競争においてこれ脱炭素ってやれば続けるわけですよ。フランスはほら。 化炭化素を出さない素晴らしい発電を80%もやって輸出してんだということで優位に立つでフランスの経済界が乗っかってしまったわけですよそして京都議定書につながっていくわけなんですねですから大変政治的な理由で語られたものであってもう政治活動の賜物なんですよですからそういうね確固たる研究成果に基づいて発言されているわけではないということなんですよね中国は分かってるわけですよでここで気候変動関係ないって言うと世界からね袋叩きになりますから重要ですよね取り組みますって言って できなながららややる姿勢だけ示す実際は何もやらないこんなものね真面目に取り組んだら経済成長なんかできませんよ中国の国富がね毎年海外に流出していくというねこれはややだからやりたくないわけですよそういう政府ですところがねある意味これが普通ですよ本気で地球のことを考えている国なんかないですよもう自国ファーストですよ でも日本は自国ファーストなんてことを考えずにひたすら世界人類のためって言いながら必死になって脱炭素をやってるわけですよ。武田純康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田純康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。